おはようございまーす。二次産所属バーチャルライバーの雪城まひろでーす。ということで、第3回ですか?になっちゃった。3回目のウーバーイーツライバーと交換してみたー!イエーイ!今回は EN のペトラと1日朝昼晩3食ウーバーイーツ交換していきたいと思います。1回目が妻秀長を、2回目がハユン。そして今回初めての女性となるわけですけれども、食べたいものが似通ってたりとか量的にもちょうどいいんじゃないかなと思ってるので、胃の心配はせずに済みそうだなって思ってます。今回も今回とて食べたいものを自由に送っていきたいと思います。時刻は8時半過ぎ。お腹空いていてですね、かといってがっつり朝から食事っていうのも、ホットサンド美味しそう。え、しかもいろいろある。甘いのもある。私ね、脂質を結構制限してる生活を最近はしてるので、普段はパンなんてもってのほかってね、ジムのトレーナーさんに言われちゃうんですけど、今日は企画なのでね、企画なので、許されると思って頼みます。この企画をやるようになって、いろんなライバーの食事見てみたいとか、意外とね、一日の食事っていうのはね、なかなか表に出すことないと思うので、ご飯食べてるの見て、ホッとするとかね。ライバーのことなんだと思ってるんですかね。ツナとピザどっちにしよう。ツナも美味しそう。いや、ピザで。でもやっぱ朝だからスープ欲しいな。飲み物なんかあるかなと思ったけど。梨、リンゴ、みかん。みかんかな。よーし、注文できました。それでは私もペトラから届くのを待ちたいと思います。おはようございます。デジサーチ EA 所属、ペンギンのペトラです。ですね、ごめんなさい、朝が苦手で、今、本当に眠くて、日本語できるかどうか、ちょっと不安です。最初に先輩から企画もらった時、めちゃくちゃ楽しそうだなって思ったので、けど、眠い。朝ごはんはね、甘いもの結構好きかもしれません。あと、コーヒー飲みます。苦いコーヒーは絶対無理なんだけど、ラテはめちゃくちゃ好きで、でも、まひろ先輩、コーヒー飲めなさし。いや、でも、食べた。先輩が飲みたいとか食べたいとかじゃなくて、自分が食べたいものだよね。ホットケーキ!ホットケーキ食べたい。あ、フレンチトースト。フレンチトーストとキャラメルラテとかいいかもしれません。やっぱサイドメニューとしてはね、甘さを日本語調和してくれる。あ、マッシュルームスープ。私マッシュルームスープ大好きだからマッシュルームにしよう。オッケー、フレンチトーストスープコーヒー最高じゃん。食べたい。はい、それでは送りたいと思います。ペトラから朝ごはんが届きました。いい感じのだと思うけどな。なんかセンス良さそうだしね、ペトラ。勝手なイメージですけど。カフェオレみたいな飲み物と、スープみたいなやつと、これはパンケーキ?なんだこれ?美味しそう!うわ、女子って感じ!モーニングという感じで素晴らしい。ちゃんとね、甘いのだけじゃなくてしょっぱいのまで送ってくれるね。ありがとうペトラ。良き朝を送れそうです。まひろ先輩からの朝ごはんが来ました。待ってる間にだいぶ目が覚めました。え、ピザチーズのホットサンド、え、うまそう。チーズ好き。野菜のスープ、あ、スープだ。嬉しい、スープ飲みたかったから。みかんミックスジュース。ジュース大好き。先輩ありがとう。まずはジュース飲む。これ初めて飲むジュースなんだけど、これめっちゃ美味しい。ああ、これ飲んで健康的になります。あとスープ。野菜めっちゃ入ってる。嬉しい。先輩にはね、めちゃくちゃ栄養バランス全然考えてないの送ったんだけど、どうしよう。美味しい。あったかい。嬉しい。では、麺のサンドも食べてみたいと思います。美味しい。食レポ、下手くそすぎ。いやー、めっちゃ美味しそう。では、いただきます。これ何なんだろう、飲み物。アイスキャラメルラテだ。美味しい。
初めて飲んだキャラメルラテ。私コーヒーダメだけど、キャラメルラテはいけるという新しい発見。美味しい。マッシュルームのスープだったわ。いただきます。美味しい。フレンチトーストなんだこれ。ああ。うまい。え、最高。お、どうやら通話がつながりそうです。もしもーし。もしもし。おはようございます。おはよう。マジで素敵な朝ごはんで感動してます。ごめんなさい。栄養バランス、全然考えてなかったです。先輩のご飯が来て、うわぁ、めっちゃ考えてくれたって思っちゃいました。違う違う、そんなことない。私も今食べたいものを送っただけだから、うん、考えたとかではない、純粋に。いやいやいや。これまで2回やってるんだけど、優雅なモーニングを過ごせてることに感動しています。私たち意外に食の好みがもしかしたら似てるのかもしれない。そう？嬉しい。今日一日素敵に過ごせるのかもしれないという期待と共に始まっててすごい嬉しいです。やばいやばい。やばい、期待が、期待に応えるように、努めてまいります。コーヒーとか飲めますか？コーヒーオンリーはダメなんだけど、うん、今回キャラメルラテだから全然いけた。よかったよかった。私もコーヒー飲むの大好きなんだけど、ブラックとか全然無理で。そうなんだ。初めて飲んだんだけどめっちゃ美味しくて。初めて、嬉しい。そう、あ、キャラメルラテっていけるんだ私っていう発見。今日父よろしくね。じゃあよろしくお願いします。じゃあまたね。はい、またね。バイバーイ。バイバーイ。いやー、朝ごはん美味しかったー。私、朝起きるとき、暖房つけてても、ってなるの。だから、あったかいサンドと、あったかいスープ飲めて、ポカポカになって、めっちゃ幸せです、今。お昼も楽しみです。よかった。すごい。いや、別に、ハユンの時も長尾の時も、いや、長尾はさておき、ハユンの時もそんなに心配しなかった。して、まあ、してったか。やっぱでも、あ、今日一日、大丈夫かもという気持ちが本当にすごくて。お昼も楽しみ。お昼の時間になりました。私ね、どうしても食べたいものをできちゃいました。さっきね、ウーバーイーツちょっと見てたら、オムライスが出てきて、もうオムライスのことしか考えられなくなっちゃって、それにしようと思います。どうしよう、栄養バランスなさすぎて。でさ、オムライスね、いろんな種類あるんでしょ？けど、私ね、子供っぽいって言われるかもしんないけど、ケチャップが一番好きです。なんかちょっと恥ずかしい。いや、そんなにね、子供っぽい食生活してないからね。だからちゃんとね、野菜とか食べるし、普段は優雅で栄養バランスの高い食事をとってるんですけど、今日はね、どうしてもオムライスが食べたくて、さすがにね、オムライスだけだと寂しいんで、サラダとかつけたいと思います。ドリンクもつけようかな。ここは、体健やか茶。美味しそう。私ね、こういう体にいいお茶好きなんです。健康的だーっていい気分になれるし、美味しいんだよね、こういうヘルシーお茶は。はい、それではオムライス頼みます。時刻は12時過ぎということで、お昼をペトラに送っていきたいと思いまーす。あんまり時間が空いてないのもあって、めっめっちゃお腹空いてるわけじゃないんだけど、私は魚を食べたいなの気持ちで。うわ、お寿司か。あー、ちょっとお茶漬けにしようかな。いや、迷う。タイ、梅しらす。私、ペチュラの苦手なもの知らないけど、まあ、私が食べたいご飯なんでね。仮に梅が苦手とかでも食べてもらわなければならないんですけれど。よし。ちょっとさっぱりいきたいので、しらすと梅のだし茶漬けにしようかな。で、ご飯は少なめにします。ということで、注文しました。ペトラから届くのを待ちたいと思います。楽しみー。お昼、届きました。重みのある袋が。ご飯？あー、お茶漬けだ。え、お茶漬け大好き。嬉しい。まひろ先輩、天才？エスパー？今日ちょっと寒いからね。何入ってるんだろう。ちっちゃいお魚と野菜と
何これ、うめ？やっぱ趣味？食べたいもの合ってるかも。ではスープを入れてみます。スープじゃなくて出汁ね。よいしょ。でちょっとだけ混ぜていただきます。あー、うん、めっちゃうまい。なんかすごくすっきりする味です。私ね、おうどんとかこういう優しい味の食べ物大好きだから嬉しい。ちょっと真ん中の梅かトマトかよくわからないものを食べてみます。酸っぱ酸っぱい。やっぱ梅かな。これ絶対トマトじゃない。お茶漬けに入ってる梅って出汁に沈む感じでいいのかな、よくわかんない。でも美味しい。まひろ先輩、私が注文したものも楽しんでくれるかな。もうレストランからお昼ご飯が到着しました。わあ、オムライスだサラダまでついてるんですけど、しかも私オムライスが好きな食べ物なのね。まさか知って。いや、まあまあまあ、でもお互いの好き嫌い伝えない方がおもろいよっつって、好き嫌いをお互い伝えてないんですよ。やっぱりペトラとは気が合うのかもしれないな。これなら一緒に住んでも問題なさそう体健やかちゃん。ねえ、これもさ、私めっちゃ好きで、健康のためにとかではなく純粋に味がうまい。めっちゃ嬉しい。だから完璧です。ありがとうの気持ちでいっぱい。ううってなわけで、ちょっと通話をね、早速なんですけども。もしもーし、まひろ先輩。あのね、うん、完璧です。よかった。素晴らしい。え、私の好きなもの知ってたって感じ、うん、え、ほんと。いや、私はオムライスめっちゃ食べたかっただけなんです、うん、なんなら体健やかちゃんマジで好きで、ね、飲んだことないんです。なんか美味しそうだなって思って入れたの、うん、飲んだ方がいいよ。純粋に味が美味しくてよく飲むんだけど、うんうん、私もお茶漬け大好きなんです。ほんと？おうどんとかお茶漬けとか、うんうんうん、そういう系がめっちゃ好きで、なんかエスパーかなって思った。え、結婚これ一緒に同棲できるね。え、嬉しい。え、結婚夜待たずして結婚する、ここでとりあえずウーバーだけじゃなくて結婚相手もやったで結婚相手まで運んでくれる。最高この企画最高だねこう相手のさ、普段さ食べるものとかをさ、この企画知れるのが、うんうん、リスナーも楽しいし私も楽しいなと思って、うんうんうん、この人って私と食の好み似てるかもとかも分かるの、ちょっと嬉しいね、うんうん、共通点。なんかね、もっとまひろ先輩の、うん、なんだろう、性格、うんうん、生き様が生き様おぼ分かるようになってきたかもです二色で私の15年間の生き様がもっとね、先輩のことを知った感じで嬉しいです。もう夜もめちゃめちゃ楽しみになっちゃった。ハードルだけがお互い立ってたけど頑張ります。私もなんか頑張る。なんか最後の最後でね、二郎系のラーメンとかね、まあまあまあ、私頼んだことあるんですけど、この企画でそれちょっと見ました見られてたか。お互いがじゃあ食べたいものを夜も頼み合いましょう、うん、また夜ね。はい、じゃあね。バイバーイ。お昼完食です。うん、まあさっきの梅まだちょっとだけ残ってるんだけど、まあ梅もね、直接食べるには私にとってはちょっと酸っぱすぎたんですけど、だしに入ってると、なんだろう、ちょうどいい酸っぱさを足してくれた感じで、めっちゃ美味しかったです。なんだろう、またポカポカになりました晩ご飯も楽しみです。いや、やっぱ結婚かな。食の趣味合うとめちゃめちゃ急に距離近づける気しない？ちょっと今頭にペトラと結婚してる図しか浮かんでないんですけど、結婚したいって思ってもらえるようなね、ご飯になるといいんですけどね。まあ夜の私に乞うご期待。頑張れ夜の私。こんばんは。ついに夜ご飯の時間になりました。おーい、お腹すいた。何頼もうかな。夜になって気温も下がってきたんで、私の大好物のおうどんにしたいと思います。あ、これいいと思います。肉山菜うどん、
にしよっかな。肉も野菜もね、食べれるから。大きさ並み。トッピングどうしよう。温玉いいね。きつね揚げもうまそう。どうしよう。食いしん坊だし、今お腹空いてるから何でも追加したくなっちゃう。今私ね、マイブームがちくわ店なんだよね。うどん食べるたびにちくわ店追加してるんだよね。まひろ先輩にも食べてほしいんです。追加で、デザートもね、頼みたかったんだけど、こうデザートないから、一番デザートに近いリンゴジュースを送ります。それでは、ポチッと。はい、夜ということで、外でね、収録やらなんやらやってきた帰りですごくヘトヘトなんですけど、お腹はすごく空いている。お肉、やっぱ魚食べたから肉でもね、ありだし。うわ、ローストビーフ温玉のせ、え、なにこれ美味しそう、ほんとに。ローストビーフ丼、肉 100g。 信じてえんか、このビジュアルを。ほんとにこの通りに来るんだろうな。信じることにしました。今サラダとかも頼もうと、あ、チョレギサラダある。よしよしよし、これで、注文ということで、またペトラから待ちたいと思いまーす。ほい。待って待って、なんかでっかいのが届いたんだけど、めっちゃうまそうなサラダ、のりついてる。豪華。ロースビーフって感じかな、真ん中の卵。めっちゃうまそう。嬉しすぎる、テンション爆上がりです。やった、うわ、サラダいい匂いする。まずはちょっとサラダを、やったで、サラダめっちゃ食べたかった今日は。いただきまーす。うまっ、めっちゃうまい。サラダだけでもう泣きそう。オッケー、丼、お肉の方食べてみます。うん、うまっ。めっちゃうまい。こんなにいいもの食べていいの？こんなに幸せになってもいいんですか？あー、お米美味しい。これ一口でわかる、いいお米だ。先輩ありがとう。夜ご飯届きました。なんか結構大きいんだけど、リンゴジュースな、わ、あ、はー、なるほどね。ちくわの天ぷらとおうどんだ、好きだって言ってたもんね。お肉乗ってる、嬉しい。今日すごい寒かったからさ、すごい嬉しい。ペチョラありがとう。やっぱり俺たち結婚できるよ、ペチョラ。いただきまーす。え、私ちくわさ、マジでさ、好きでさ、うん、うん、ふん、幸せの味するわ。うどんもいただきます。うん、あったか。ご飯ばっか食べてないで、ペチョラが送ってくれたリンゴ飲むか。美味しいリンゴジュース、美味しい。こんばんは。こんばんは。こんなにいいもの食べてもいいんですか？そんなに喜んでくれたの？めっちゃ幸せ今。もう最高。よかったー。しかも、蕎麦かうどんかだったらうどん派だったし、ちくわ好きだから嬉しかった。やったー。やっぱり結婚するしかないんだ、俺ら。なんか写真が結構豪華で、もし届いた時になんかチョーンみたいな感じだったらどうしようかなって思ってたんだけど、いや、めっちゃ豪華なんですよ。あ、ほんと？よかった、喜んでもらえて。もう今世界で一番幸せな国民です。そんなに？ありがとうございます。ちくわ好き、よかったです。私、うん、最近めちゃくちゃちくわがマイブームです。何、ちくわがマイブームって。いや、でもね、海外だとね、ちくわとかあんまないから。あー、え、練り物自体がないみたいな。練り物って何ですか？なんかちくわとか、なんかはんぺんとか、うんうん、魚の肉を、うんうん、あれなんて言うんですか、あの、うん、白いやつで真ん中にピンクのくるくるがついてるやつ。ナルト？そう、あれは、あ、あれ本当にナルトって言うんですか？ナルトやね。アニメのナルトしかわからない。うん、あれはあります、うん。あ、そうなんだ。たまに。え、ナルトはスーパーで売ってるの？普通のスーパーは多分ないけど、うんうんうん、アジア系のスーパー行くと、はい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 、あると思います。
でもちくわはないんだ。ちくわはないかな。うんうん。じゃあなんか日本ならではなのかもしれないね、ちくわ。めっちゃ美味しくて、毎回頼んでます、最近。私、うどんが大好きで、ほうほうほう、香川県に行くレベルの好きなんです。わざわざうどんのためにってこと？うどんのために香川県。飛行機で。ガチじゃん。おうどんガチ勢です。はい。おうどんガチ勢。知らなかった。そんな好きなんだ。だから、まひろ先輩もうどん喜んでくれてめっちゃ嬉しいです。よかった。これでうどん嫌いとかだったらちょっとあれだったな。終わってたな。離婚だったわ。ふいー。離婚になってましたね。いいんだよ。結婚してないって突っ込んでくれても。いや、でも本当に美味しかった。お米もね、なんだろう。うん、高級な感じがします。お米が高級な感じ？うん。一口でわかるよ、これ。そうなの？なんかふわふわしてます。これ、頼んでみてください。頼むかー。めっちゃ美味しいんですよ。いや、今日一日やってみてどうだった？いや、めっちゃ楽しかったです。あ、本当？よかった。私がね、選んでる時も、これ喜んでくれるかなーのも楽しかったし、うん、待ってる時もワクワクしながらね、何が来るかなーって。超楽しかったです。よかった。私も今まであんまりペトラのことを正直知らないことの方が多いなっていう中で、うんうんうん、こうやって食を通してね、お互いのなんかちょっと性格、生き様、生き様がね、見えてきたりだったりとか。これが好き、あれが好きっていうのはさ、やっぱ今後ご飯行こうってなった時も、そういえばペトラはうどんが好きだったな。とかね。今後ご飯行ってくれるんですか？行くに決まってんだろう。もう同棲だよ。いつ引っ越す？あ、そっか。どこにしようね。結婚してるから。今の結婚してるから可愛かったなぁ。一日でぐっとペトラと仲良くなれた気がして嬉しいなぁ、うん。うん、私もめっちゃ嬉しいです。ありがとうございました。あ、本当にありがとう。またぜひ、誘っていただいて。何か他の企画でも一緒にできたらいいなと思います。うん、うん。ということで、最後じゃあご挨拶だけして締めようかな。うん、ここまでのお相手は、ゆきしろまひろと、ペトラクリンでした。わー、ありがとうございました。ありがとうございました。